こんにちは、女性自身チャンネル K スターラバーズ編集の大栗翔太郎です。今回はですね、久々にユキスの皆さんにお越しいただきました。わおせーの、こんにちは、ユキスです。こんにちは、こんにちは、はい、僕はユキスのフンと申します。よろしくお願いします。はい、僕はユキスのイライです。よろしくお願いします。お久しぶりです。僕はユキスのキソプです。よろしくお願いします。はい、皆さん久しぶりです。僕はユキスのチュンです。さあ、3月21日に、4人体制になって初めてのアルバム、リンクが発売されるということなんですが、新曲のノーリグレットとあとコンパスはどんな曲かをお聞かせください。あ、一応新曲のノーリグレットは、今までキスミの皆さんとそしてユキスがやってきたのを後悔しなくて、うん、本当に今からスタート用な気持ちで走っていきましょうみたいな感じになってますね。そうですね、はい、だから悔いなしです。今までキスミのおかげで僕らちゃんと生きてるから、ね、はい、これからもちゃんと生きたいと思います。そしてコンパスはキソポが作曲作詞した曲なんですけど、うわこの曲はですよね、まずファンの皆さんがユキスたくさん愛してくれたなんか気持ち、これ気持ち僕たちもらったら本当に幸せになったこと、またなんか何倍貸して返してあげたいので、なんかこの曲作ったんですけど、やっぱりファンの皆さんのその愛がめっちゃ大事だと思って、そのなんか僕たちの本当の気持ち、感謝の気持ちをなんかプレゼントした方ので作った曲なんです。さあ、あのリーダーでメインボーカルのスヒョンさんが、入隊をされて、で4人で今活動中だと思うんですけど、はい、いろいろあのスヒョンさんのパートをカバーしたりとかっていう部分もあると思うんですけど、一番大変だなって思ったことは何ですか？なんかレコーディングするとき、スヒョンさんの分をまたなんか分かれて、そのパートを分けてね、分けてなんかレコーディングするときちょっと大変だったんです。結構あのスヒョンさんパートいっぱい、ね、いっぱいです。スヒョンさんのパートが多くて多くて、なんかファンのみんなにスヒョンさんが入隊していてもいろんな曲を見せたいから、今までやってきた曲を少しずつレコーディングして、その振り付けのポジションも変わっていっていますね。はい、そういうところが一番大変だなと思います。